松山英樹の話、後半になってティーショットがうまく打てなくなって苦しい流れだった。初日、2日は本当にいいパッティングができたけど、なかなか持続させることができないのが課題。来年は、少しずつステップアップできればいいと思う、共同。